ハプスブルクはオーストリア・ハンガリー帝国海軍の戦艦。ハプスブルク級。写真はハプスブルク。1899年3月13日寄港。1900年9月9日浸水。1902年12月31日に収益し、艦隊に加わった。1903年中頃、ハプスブルクは同系艦、アルバードと共に、 初めて艦隊行動に参加した。1904年夏には3番艦、バーベンベルクも収益し、続く訓練に参加した。1904年に行われた演習では、ハプスブルク級戦艦3隻は、モナルヒ級戦艦3隻と模擬戦を行った。オーストリア・ハンガリー帝国海軍が、近代的戦艦の戦隊を2つ運用するのは、この時が初めてであった。 このような活動の後、ハプスブルク級戦艦は第一戦隊を編成した。同系艦と共に、ハプスブルクは地中海でも活動した。1903年1月、ハプスブルクはモナルヒ級三席と共に練習公開を行った。1904年にはアルパードが練習公開に加わった。1906年から1907年にかけて、 エルツ・ヘルツオーク・カール級戦艦が収益すると、ハプスブルク級は第2戦隊に移された。1910年、ハプスブルクは広範な近代化工事と軽量化工事を受けた。1914年7月終わりから8月にかけて、ハプスブルクはホルティミクロー士艦長指揮下で第3戦隊の機関を務めた。1914年7月28日から8月10日まで、 ドイツの巡洋戦艦ゲーベント軽巡洋艦、ブレスラウ支援のために、ハプスブルクも含むオーストリア・ハンガリー帝国海軍艦艇が動員された。ゲーベントブレスラウが無事イギリス軍から逃げ切ると、オーストリア・ハンガリー帝国海軍も撤収した。艦隊はイタリア南東のブリンディジまで南下した。この後、ハプスブルク級3隻は第4戦隊に移された。 イタリアがフランス及びイギリス側で第一次世界大戦に参戦するとオーストリアハンガリー帝国海軍はアドリア海沿岸のイタリア都市を攻撃した。ハプスブルクは1915年5月23日の暗光な砲撃に参加し鉄道の駅や砲台などを攻撃した。これはハプスブルクが行った唯一の戦闘であった。暗光な攻撃後、ハプスブルクは 他の同系艦と共にプーラに戻った。これ以降、戦争の残りの期間は石炭不足のためそこに止まった。戦争後半はハプスブルクは大役し公安防衛艦とされた。乗員は心臓の有ボートや航空機に転属となった。1918年、ハプスブルクは最終役し練習艦となった。戦後、ハプスブルクは賠償艦として、 イギリスにはり当てられた。ハプスブルクはイタリアに売却され、1921年に解体された。ありがとうございます。